まずはね、ホームページに行くとこういうふうに書いてます。休業手当未支給の中小企業従業員へ。これ従業員さんへですね。パートとかアルバイトさんとかで、時間が減らされた人とか、休日を多く減らされて、収入が減った人が対象になってます。ここ見てください。シフト減少による休業やパートやアルバイトも対象になると書いてますよね。1日1万100、1000円を上限に、1万、1日1万1000円を上限に、月額最大33万。だから月額33万支給されたら、まあだいぶ助かるんじゃないかなと思うんですよ。これをだから、2020年4月1日から2021年2月28日まで請求できますんで、お休みになったね、日数が長ければ長いほど請求金額が大きくなります。申請は、申請書と、支給要件確認書と、免許証の写しなど本人確認書、キャッシュカードの写しなど振込先を口座を記入した紙ですね。それから給与明細の写しなどで、この5点で封筒に入れて郵送することなんで、郵送先も書いてますよね。日本郵便株式会社の方で書いてます。まあ、この1枚読んでいただければしっかりわかると思いますんで、1月18日に発布されたんで、本当出たばっかりですね。これをしっかりと確認してね、見ていただきたいと思います。よろしいですかね。ここしっかりとお読みくださいね。まあそうですね、リンクを下の方に貼っておきましょうか。でまあもうちょっと続きがありますんで、続きも読んでいきますけども、まああとは付け足しなんで、まあ、ここで離脱されてもいいんじゃないかなと思います。それではね、事業者従業員の方への支援策、もうちょっとお話ししておきます。今回もですね、厚生労働省から休業支援金が出ておりますので、そちらの方をちょっと見ていこうかと思います。まあ主にはね、これ事業者というか法人持たれてる方が対象なのかな。まあ法人にのオーナーでなくても、お勤めの方でしたらね、経営者の方とか総務の方とかに掛け合ってみるのも一つだと思います。やっぱり自分で動かないと何も動いてくれないですし、向こうからね、チャンスが降ってくるってことはないですからね。で、今回のコンテンツなんですけども、そうですね、補助金、助成金、融資がピックアップされてますんで、こちらの方を見てみましょうかね。緊急事態宣言特設ページっていうのがありますね。ここもちょっと見てみようかな。どんなことが書いてあるのかな。ああ、なるほどね。飲食店に対する時短営業。これをしっかり読み込まないと、自分にどんな支援がもたらされてるのかってことわかんないですね。まあでも、忙しくって読めないですよね、大抵の方はね。まあですんでね、YouTube とかされてる方がこういうのをまとめて分かりやすく解説する、そんな YouTuber さんがたくさん出るといいんですけども、まだ YouTuber 少ないんですよね。YouTuber をやる方が、本当会社員 YouTuber とかがね、いっぱい出てくればいいんですけども、会社員の方は YouTube やるべきですよ。売上の減少した中小企業に対する一時金の支給と、これいいじゃないですか。中小企業に一時金の支給ね。これは使っていけるんじゃないかなと思いますね。で、経済産業省の給付金。家賃給付金っていうのが2月15日まで延長されてますんで、家賃のね、給付を申請して、これ確か、6ヶ月ぐらいが補填されるんだったかな。これすごく助かりますよね。で、農林水産省からも出てますね。令和2年度農林水産物、食品輸出促進緊急対策事業のうち、成果物輸出拡大加速化。このね、漢字ばっかりでもう本当に読みにくくなりますね。でも1月18日からこういう目立たないのは割といいんじゃないかなと思います。なんか農業協同組合とか、なんかそういったね、第一次産業関連の任意団体がこういうのをよく知ってると、その地域の方は助かります。農林水産省からこんなの出てる。食肉通とかね、出てますね。これちょっと見てみましょうか。肉牛。全国ですね、対象が。これなんていいんじゃないですか。結構かかる方多いと思いますよ。案外ね、自分には関係ないと思って、自分には関係があるって解釈をして出すのが、まあ、請求書というか、要望書ですからね。富山、福井、静岡、滋賀、広島あるな。広島あるじゃん。これいいですね。酒類を提供する飲食店と申請期限2月5日と。広島はね、緊急事態宣言が出ないと。それに準ずる地区ではない、回復に向かっているからってことで、何も支援がないのかっていうふうに勘違いされがちなんですけども、結構ありますね、これちゃんとね。
だからこれ見ていけばいいかなと。私広島なんで見ていこうかと思います。経営改善経営強化なんで、これも多くの方に当てはまるんじゃないかなと思いますね、うん、感染拡大防止支援金について広島県のホームページですね。あ、ここに書いてますね、エリアが決まってます、酒の許可1類から3類までということですね。該当する方がこれ多いんじゃないですか、82万円支給72万円支給ってのがあります、54万円支給44万円支給ってのもありますね。で第3期ってのは84万円支給ということで、対象エリア地名はこれね、うちが入ってるかな、どうだろう、あと中区南区西区、おーノー入ってないぜということで、広島市中心部だけみたいですね。私には関係がなかったということで、自分に関係がないんでさっさとここを閉じてしまいましょう。本日もご覧いただきましてありがとうございました。また新しい情報入りましたらね、お知らせします。日々情報更新されてますね、これね。